市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします今回は12月2日月曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします今回の発表の内容は2ウォーカー掲載記事広告掲載事業者募集開始と一新伝でおもてなし札を発行開始三重交通グループ企画 チョビタビプラントの連携の2件です今日はですねあのツーウーカーをですね、えーえー、作っていただくことになりましたので、えー ご一緒に会見を同席をお願いしました。株式会社可動化は東海王会編集長の島村光代さんでいらっしゃいます。島村と申します。よろしくお願いいたします。それから株式会社つむじ風町、ま、づくりつむじ風から小西康司さん。小西と申します。よろしくお願い小西さんは通商高会議所の総務部協裁課長兼会員サービス課長でもいらっしゃいます。この二人にそれぞれ。 まあご発言をいただきながら私の方で2、えー、ウォーカーについての発表をさせていただきますよろしくお願いしますはいじゃあこちらですね、えー、どうぞ、えー 26年2月22日に2万、ね、2222 22部を発行するということで、株式会社 k 川さんとの間で、えー、通合か発刊について合意に至りましたので、今日この場で発表させていただくものであります。で、まあ、あのこれからですね、今日からですね、したがって、えーまあ、こういう記事を掲載してほしいなという、まあ、アイデアだとか、あるいはまあ広告を出したいという事業者の方々、 の募集を開始するということでありまして、まあ今年いっぱいで大体締め切りにいたしまして、ですねそして、えー、まあ来年の2月22日、まあ、もう申し上げるまでもないと思いますが、222でツつツつの日ですね、でま222、あ、と全部つを揃えたという、ま謝、あ、礼でいきたいということでございます。まあ、ただ、謝礼ですけれども、22, 22 22 2万2222部は、えー 株川さんの方で大丈夫と言っていただいてますので、えー、まあそういう部数であります。はい、どうぞで経緯なんですけれども、実はオープンディスカッション去年やりました。オープンディスカッションでですね。まあ、地域情報誌を活用して中心市街地商店街を pr していってはどうかというアイデアが出ました。 でまあ、例えばあの四日市ウォーカーというのがありますが、まあ、これはあの四日市だけじゃなく鈴鹿とかあ桑名とかもですかの、えー、広域的なエリアのおー PR をしてるんですけれども、まあ、ツウォーカー,あーというのは、まあ、津市のおだけをターゲットにして、えー、そういうものができないかなという、まあ、アイデアベースの話がございました。 でそこでですね、まあ、私どもとしては、えーまあ、ウォーカーさんに限らずなんですけれども、まあ、そういうような手法で何か考えられないかなということで地域情報誌を通じた情報発信とか それからホームページを活用して情報発信を行うということで、それをですね、まあ、商店街魅力発信事業として予算240万円取りましたので、株式会社つむ、まちづくりつむじかぜさんに委託をしました。で、まち、あ、づくりつむじかぜさんが私どもと連携を取りながら、あまあ、どういう形でこれを実現できるかということをずっと探ってきていただいたんですけれども、まあ、この度ですね、k、えー、川 d o k a w a さんのほと、まああ 話が合いまいままししてと言ょうか、えーまあ、私どものこのつむじ風が、まあ、メインスポンサーとして広告料を支払うことを、まあ、あというオファーをしてそしてそのオファーを受けていただいてそれじゃあツーウォーカーというのを発刊しましょうかという話になったということでございますでまあ今あのアイデアとしてけあのこういうものを出していきたいということでアイデアとして出てますのは一つはツノ、まあ 中心市街地で,です、ね、頑張っているお店だとかです、ね、あるいは人だとかをこう載せていただくということそれから、まあ、あの実はこんな実はそれ見えなんですじゃないですけど実はこ土はこんなにすごいとかです、ね、何かこうランキングみたいなものを ベスト50って数多いです、ね、大丈夫ですすね大か <laughs> それからじっくりゆっくり歩いてみよう七街道巡りまああの遷宮の翌年になりますから大瀬さんにつながる道の街道旧街道をブラブラ歩くというようなこれはちょっとあの少しツーウォーカーあの東海ウォーカーの普通のおーターゲットの年齢層よりも少し高い年齢層の方々にもアピールしたいという意図もあります。 それから温泉アウトドア遊びですね、まあ、車で移動する人結構多いと思いますので、そういうことに向かってのもの、それからお前見せファイルなどということでございまして、まあ、こういう記事を掲載してほしいなとか、あるいは先ほど申し上げた広告の応募の申し込みはつむじかせなんでやっていただきます。最後のページどうぞ。ということで、えー、お問い合わせ先をこちらに書かせていただきました。まあ、以上があーツーウォーカーの 県で発表でありますが、それぞれ一言ずつまず島村さんと小西さんの方からしていただきたいと思います。どうぞ。はい。え、はい、角川の島村と申します。え、この度はあの自治体の方と協力していただいてのウォーカーというのが初のことになりますので、あのぜひ一冊いいものを作れたらなと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 の小西と申します <laughs> 今回このような形でまあ角川さんと共同して出版できる運びとなりました「2」を知っていただくいい機会になるのかなと思っておりますのでぜひ成功させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい 以上が2点目でありますが、維、え、新、ー、伝おもてなし札を発行しますということでございます。まあ、今日はたまたまですけれども、あのまあ、商工・観光の関係のテーマ、2件になりましたけれども、これはですね、維、え、新、ー、伝商工振興会さんの方うで、まあ、おもてなし札というのを出していこうと、ほっとするに維新、まあの まあ、あのキャッチフレーズとして出しておる、まあ、そういうフレーズでありますが、そこに、まあ、おもてなし、えー、札というのを出していこうということでございます。であの裏側のですね、えー 店舗独自の奉仕を受けることができますいかにも本山のお膝元らしい書き方、奉仕を行っている店舗は別図の通りですとかですね、<laughs> いうようなことで、1枚につき1名の奉仕を受けることができますとかいう、まあ、あの非常にユニークな書き方をしておられます。で、これがですね、なぜ出てきたかということでありますが、ちょっと表紙に戻っていただけますか。 あのここにですね三重交通グループの企画ちょびたびプランとの連携って書,書いたんですけども実はあの三重交通さんが、えー、ちょびたびということで,です、ね、この10月からバスの運行を始めておられますで、まあ、23時間でくるっと回ってくるような、まあ、そういうコースをやってましてそのうちの1つに維新田があるので、まあ、あのその話が出たところで、まあ、地元の方からもですね是非 それでいらっしゃるお客さん、まあ、そのバスに乗ってこらいらっしゃる方以外の方々にも、ですね、まあ、少し維新伝の商店がアピールしたいということが、維新伝商工振興会さんとの連携で出てきたというものでございます。で、これで実際にやり方なんですけれども、これはあのもう皆様お気づきのとおり、中心市街地であのセンターパレスの公共施設をオープンのときにやりました。えー ご来貝感謝券と、まあ、同じような手法になるわけですけれどもおもてなし札というのを次内町の館それから千住寺の新納所それからまあ駅前にですね、えー、設置をいたしましてそしてお渡しをすると配布をすると。ももちろんそのバスにに乗ってくださる方にも あの配布をするんですけれども、それ以外にです、ね、こ,こ,らここに来られた方々にも配布をするということで、えー、そして、まあ、あのこのお店に持ってっていただくとです、ね、値引きとかプレゼントなどのサービスがありますということでございます。えー、なおあのボランティアガイドさんがです、ね、それぞれぞ 維新殿も次内町もホットガイド会というのがありまして、基本的に維新田、地内庁の館に常駐していただいてますので、まあ、そのような方々からもです、ねえー、配っていただくということもできます。で、えー、15店舗が参加をされました、で商品割引が8店舗、粗品のプレゼントが3店舗、商品の追加サービスが4店舗ということでございます。 でまあ具体的にはこのようなあ商店のおリストがですね、えー、ございます。はいもう一枚どうぞ。十五店舗が参加をしておられます。そこでですね、えー、まあ冒頭申し上げましたようにまあちょびたびなんですけれども六箇、えー、所ですね、えー、三重県で六つのコースが設定をされてこれ三重交通さんの独自事業で、まあ、おそらくあの森口社長さんあの三重県観光 連盟ですか、の会長もお務めいただいているので、五千宮の都市に伊勢以外のところも、ですねちょっと観光していただくというような、ちょびたびという、そういうネーミングをされて、独自に企画をされたものなんですけれども、10月19日から、そのツアーの一つとして、ツッコースというのがありまして、日本三観音の一つ、観音との歴史散策ツアーということで、1000円。 で、ですねえ、3時間のコースがございます。で、津駅を9時に出発をして観音さんに行ってで大門商店街も歩いてもらってでえ維新でにて千寿寺のところでまた1時間ぐらい滞在をして戻ってくるというですね。まあ、こういうちっちゃいバスが走っております。で、このバスが出たということを聞きつけて。まあ,あのそれぞれ、えー、観音さんの津観音と。それから千寿寺で。 えとガイド会がですね、えー、待ち受けてガイドをしようということで、これは津観音はあの津ガイド会、ね、だから維新田はあ維新で寺内町ホットガイド会がそれぞれ、えー、ボランティアガイドをしていただきますが、そういう連携、これですね、それと今のおもてなし札、もちろん中心市街地商店街のですね、 ご来会,会,会社権もとの連携もやりますということで、まあ、この6つのコースがあるんですけれども、その中で、こういう自治体の方が、あるいは地元商店街が、このプランと連携をして、何か打ち出したというのは、三重コーさんによると、初めてと、三重県初めてということであります。で、この6つのコースというのがですね、 えー、津市以外は桑名、四日市、松阪、伊賀、熊野の各市でのおぐるまあ数時間の三時間ぐらいのツアーが運行されているというふうに聞いております。以上が二番目の発表事項であります。ではよろしくお願いします。